ノエル・ドボノエル・レオン・ドボはフランス出身でブラジルで活躍するバッソン奏者。華麗に生まれ地元の音楽院を経てパリ音楽院のギュスターブ・ドランにバッソンを学ぶ。1957年にミュンヘン国際音楽コンクールで2位入賞を果たす。1952年から エレアザール・デ・カルバーリョに招聘されて、ブラジル交響楽団の首席ファゴット奏者に着任し、ブラジル初のプロフェッショナルのバッソン教師となった。このオーケストラでは、レナード・バーンスタイン、エイリヒ・クライバー、イーゴリ・マルケビチ等の有名な指揮者のタクトの下で演奏した。作曲家のフランシスコ・ミニオーネと親交を持ち、バッソンとオーケストラのための競争曲や、 バッソンのための16のワルツなどの作品を検定されている。2018年3月3日、リオデジャネイロにて死去。88歳没。ノタデッペソルペロファレスセメントでノエルダボース。リオデジャネイロ連邦大学音楽学校 HP。2018年4月1日、閲覧。ノエルドボディスコグスハット、コンファイラエーオミナジェン、エーノエルダボース。 radios.ebc.com オ,オリジナルの2018年3月27日時点におけるアーカイブ https://archive.is/gwrx82018 <ッ>年3月27日閲覧フランシスコ・ミニオーネザ・シクスティーン・ワルツズ・フォーソロバスーン2013年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ 2013年11月8日閲覧、ありがとうございます。